とかね、この辺がね、はい、出てほしいなと思いますよね。さあ、そして打席が8回に回ってきました。まあ、とにかくチームメートも1打席でも多く石井さんには打席に立ってもらうという気持ちが伝わってきますね。そうですね、はい、今日5回目の打席です。9月30日の5回打席に立ちました、この横浜スタジアム。本当にこれがプロ24年の最後の打席となるでしょう。打席でこのファンの声援も桑沢もなくなります。そして彼の芸術的なバッティングも我々はもう見ることができなくなります。これからは後進の指導に当たる石井拓郎。これが9967打席目。マツダスタジアムでは涙が流れ落ちましたが、この育った横浜スタジアム、石井拓郎の目に光るものはうっすらと見えますが、涙は流れていません。現役24年42歳、ツーボールツーストライク、石井らしく流したぞ。しかしやはり大きく深呼吸をしています。グッとくるものがあります。この球場で日本一にもなりました。今日最高の声援が石井拓郎に送られています。8回の表、今日5回の打席です。また一人98年の日本一を知る選手がユニフォームを脱ぎます。石井の第5打席、センターフライに終わりました。現役生活24年、最後この育って横浜スタジアムで最後の打席を迎えることができました。9967打席目でした。ぐっとこらえながらの第5打席でした。ツーアウトランナーはありません。